先輩、肝機能障害と肝障害が別物って本当ですか？その通り、何がどう違うのか、肝臓の役割から理解しよう。肝臓の機能というのは大きく分けると、代謝、貯蔵、解毒、胆汁生成その他の役割を持っています。中身に関しては、前回というか解剖の動画を見ていただければと思いますけれども、やはり、いろいろしてるわけですね。で、いろいろしているんですが、これはですね、全部細かく見る必要はなくて、なんとなくざっくりと見ることができれば、それで十分なんですが、まず、栄養の貯蔵というところを見ていきますと、肝臓に貯蔵される栄養分というのは、グリコーゲン、中性脂肪、ビタミン A、D があります。肝臓で合成される栄養分というのは、タンパク質、この赤字のところを覚えておいてほしいんですけれども、アルブミンや凝固因子、そしてコリンエステラーゼ、これらを作っている、合成しているというところをぜひ理解しておいてください。結局ですね、肝臓が何を作っているんですかというと、アルブミンや凝固因子やコリンエステラーゼなどということになりますので、血液を調べて、アルブミンや凝固因子やコリンエステラーゼが足りないということは、そもそも肝臓をしもしとしてないんじゃないというふうに考えることができるということですね。ですので、肝臓が何を作って、診療の補助の教科書で続きを学ぼう。一緒に出直したいです。